日曜日に開催される G1 マイルチャンピオンシップ、京都競馬場の1マイル、すなわち 1600m の頂点を決めるのがこのレース。去年の女王ナミュール、一昨年の覇者セリフォス、さらにイギリスの最強マイラーチャリンが集結。激戦が期待される今年の秋のマイル王決定戦、そこにマイル初挑戦で初制覇を目指すブレイディベーグが参戦する。去年京都で開催されたエリザベス女王杯では G1 初挑戦で制覇、さらに先月の府中牝馬ステークスでも女王の健在ぶりを見せつけ快勝。そして今回タッグを組むのは名実ともにトップジョッキーとして知られるクリストフ・ルメール。盤石の布陣で挑む初の 1600m、 エリザベス女王杯に続く G1 2勝目を狙います。そこに立ちはだかるのは前回のマイルチャンピオンシップ覇者ナミュール。去年はアクシデントを乗り越え好一点として出走。大外から強烈な末脚を見せ待望の G1 初制覇を飾りました。そして今回手綱を取るのは先週エリザベス女王杯を制覇したクリスチャン・デムーロ。新たなパートナーとともに秋のマイル王連覇を目指します。注目の枠順はこちら。初のマイル戦での勝利を目指すブレイディベーグは1枠2番、対するナミュールは2枠4番に入りました。女王の連覇か、新女王が誕生するのか。マイルチャンピオンシップは11月17日発走です。